皆さんこんにちは、チャンミオ TV です。それでは今回もバンブーハウスの状況をお知らせしたいと思います。今回はこんな感じでさらに切り開いていこうと思います。はい、まあ作業としては前回と同じなんですけれども、ほらなんかちょっと前回よりも広がったの分かりますか。はい、まあ、そんな感じで、まあ、前回よりはね作業効率もかなり上がったと思うんですよね。みんな一人一人が結構慣れてきていて、まあ、ぐんぐんはね元から慣れてるんですけど、それ以外のメンバーが結構早くなったって感じですよね。はい、今日はまほちゃんお休みですけれども、残りのメンバーで頑張っていこうと思います。はい、ちょっとやっぱね大変な場所ではあるんですけど、みんなでね笑いが絶えないような作業場ですね。ここはねちょっと竹の少し段というか崖を少し降りたところになります。奥がねちょっと崖っぽくなってます。はい、超速くないっていうのをぐんぐん。そしてこの、はい、もうプロだよねこれね。プロですわこれは。はい、そんな感じでこんなに撮ってきました。じゃーん、これどれだけ増えたかってちょっと分かりづらいかもしれないですけど、結構撮っています。それも昨日よりも結構作業時間が短い気がしますね。あとは撮ったねこう結構上の方ね使えなそうなんだけど、ちゃんと枝を剥げば使えそうなので、この枝を剥ぐ作業をみんなで手分けしてやっています。はい、ぐんぐん早っ、早くないちょっと早いねやっぱり。まあ、こんな感じで綺麗にしていかないと、まあ、使えないんだよね。いやにしてもやっぱりぐんぐん早いですね。これさ見せるとねその避けちゃうんだよね。あ、チャンミオさんやってるやってる。チャンミオさんね多分ね上手くなったんだけどね、やっぱなんだろう避けちゃうんだよね。あ、ちょっと避けちゃい気味じゃない、こんな感じで。うん、でも明らかにね速くなったし、なんだろうこの独特の股下でこうナタを振り回すスタイル、これがチャンミオスタイルらしいです。はい、やっぱ慣れてるからか早いよね終わんの。ほら早い早い。あ、こうやってね避けちゃうことあるのよ。それだけがねちょっと怖いというか、竹が傷ついちゃうんですよね。でもなんかもう疲れ切ってるような気もするけど、やっぱ連日さ畑って農家の方ってすごいですよね。こういうのを毎日できるんだから、はい、チャンミオさんも農家としてもうなかなかのレベルなんじゃないかなって思ってますけど、皆さん最後にグーグーのコメントだ、皆さんぜひ聞いてください。今日も竹を切りました、見てください。この竹をちょっとね、まあ、昨日よりか進んだかな、だいぶ先が見通せるようになりました。はい、まあ、なかなかハードワークで今日も何本ぐらいかなこれな、多分今日50本以上は切ったんじゃないかなと思います。バンブーハウスまでまだまだ初歩ですけれどもね、頑張ってやっていきたいと思います。バイバイ。はい、ということでぐんぐんのコメントでした。これからもバンブーハウスの状況をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ見てくださいね。バイチャ。